大将。1915年9月、士官候補生として、オーストリア・ハンガリー軍に入隊。中隊長として、東部戦線で、第一次世界大戦に従軍し、1917年の6月構成に、参加した。1918年、チェコスロバキア軍に入隊。1925年から国防省に勤務し、 1926年から1927年、中部ダペスト駐在部官補を務めた。1930年、プラハの高等軍事学校を卒業。1938年10月、スロバキア自治政府の軍事官房長となり、スロバキア軍創設者の一人となった。スロバキア独立後、1939年3月14日。 ヨゼフティソ政権の国防省兼参道総長に就任した。1939年、スロバキア軍を指揮し、ポーランド侵攻に参加。1941年、国防省と参謀総長を兼任したまま、東部戦線で自動車化師団を指揮した。1944年9月5日のスロバキア、民衆法記事、法記軍の支配地に止まり、間もなく捕まり、 モスクワに送られた。終戦後、1947年に、チェコスロバキア人民裁判所により、禁錮5年を言い渡される。1948年に釈放され、政治に参加することはなく、死ぬまでマルチンで暮らした。ありがとうございます。